安倍総理大臣は地元山口県で講演し、今年1年を戦後外交の総決算と位置づけ、北方領土や北朝鮮の問題に取り組む考えを強調しました。ここからが正念場でございます。戦後70年以上残ったこの難しい課題に、次の世代に先を送りすることなく、私とプーチン大統領の手で収集書を打つとの決意で、首脳会談に臨んでまいりたいと思います。 また北朝鮮問題ではキム委員長と私が向き合わなければならないと述べ拉致・核・ミサイルの問題の解決に向けてキム・恩委員長との直接会談も視野に取り組む考えを強調しましたさらに今月の下旬にスイスで開かれるダボス会議に G20 首脳会議の議長国として出席することを明らかにしました